五郎さんの質問あもうこれか。はい。わ、はい、かんないんだよね、質問されてもね。大はい。あの、今回もたくさん質問いただいてまして、はい、えっとー、今あの、キュビズム展を上野でまま、ね。お、始まったよ。始まりましたね。絶対見といた方がいいよ。はい。えっ、ー、と、梅太郎さんから、うん。えですね、いつも楽しく視聴してます。ありがとうございます。 キュビズム展の音声ガイドすごく興味があるのですが、うん、制作過程で面白かったことなどありますかまた、うん、音声ガイドは海外でも一般的なものなのでしょうか海外では大物俳優が引き受けることもあるのでしょうかそうなんだろうね。えっ、ー、と、まず何面白かったかって制作過程で、はい、いかがでしたか面白いことありますかいや、別に、<と>いたって普通に、 スタジオ入って録音して「終わりだよ」<laughs> <laughs>。素人感覚は全然想像がつかないんですけど、うん、当日渡されるんですかしない理由いや俺の場合は喋、はい、ることも自分で決めたいからってお願いしてたんでだから事前に打ち合わせで大体いいこのテーマで何分ぐらい。 このテーマで何分ぐらいっていうのを決めて、はい、で、それの自分でげ原稿っていうか書いて、うん。ご自分で書かれてるんですね。自分で書いて、うん。なんとなく用意されてるものを読むのかなって、ねあ。用意されてるのを読む場合、人もいるだろうと思うけど、<laughs> 俺の場合は自分で、やっぱり自分の言いたいことを言いたいからっつって <laughs> <laughs> あ、じゃあそれでいい。 だから、こ、このテーマでじゃあ何分ぐらいでお願いします。このテーマで何分ぐらいっていうのが、いくつかあって。はい。それで、それもなんか、しっかりした原稿とかじゃまあメモ程度のもんだから、取、うん、り直しになるとさ、同じことを言えなかったりする。<laughs> じゃあ、収録室で、そうそうそう。うん、その、ディレクターさんが、うん、いてるところで、普通の録音スタジオで、はい、うん。するんですうん、して。で、まあ、 あのきっかけに何分みたいなのにはまんないから、まあ、そこら辺は編集で詰めてもらってるんじゃないかなコロさん。は何度かな,な23回やったことあるね、うん、いずれもそうやって喋ることは自分で決めさせてくださいっていうやつだからだからそんなに来ないのかもしれないよ何かこうちょっと失敗しちゃったとか <laughs> エピソードとかありますか,面白かったないよ もいや、だから、だからなんかあの、噛んじゃったりとかさ <laughs>、はい、あの、そういうので取り直すっていうのは、あの、それなりにあるけれども、うん、うん。そんな感じでしたよね。うん。うん、そうなんですね。うん。です。あまり面白い話じゃない。いやいやいや海。海外はもうあるよね、一応ね、音声ガイド。 あー、なんか、あんまり気にしたことがなかったですね。あるはあったような気がするよ。ルーブルとかやって。あったような気がするよ。はい、で、でも、なんか、そんな大物俳優とかがやってんのか。あえー、どうなんでしょう、ね。わ、全然わ、わ、かんない。なんか、そう,うロバートニ,ニーのとかがやってんの。ね、<laughs> メトロポリタンビーフか, <laughs> か。あんまり聞いたことないね。もっと、なんか、あの。若手とか,ですか。もっと、ニュートラルな人がやってるよね。<laughs> と思いますけど、うん、はい、そのところです、はいはい。質問で京都は五郎さんのほう声を聞けるのか聞けま,す聞けました。どこから声が来たんだ今 <laughs> <laughs> 聞ける <laughs> 聞,聞けるそうですよ。天から声が出てきましたね。うん、は,い,はい。えっ、ー、とそうしましたらちょっと、うん、あのー、話はまあ美術関連でいくつかお聞きしていこうと思います。 今ちょっと面白いコメントがありましたのでなんで。何ですか？ルーブルのガイドは任天堂ンドー 3DS なんですよって<う>。コメントが来て、ね。あ、そうなの？3DS であれですかね。聞け聞くの？聞くんですかね。逆に言うと3スリ 3DS を貸してくれるってこと？じゃないですかね。ええー。春篤さんという方ですかね。あ、そうなんだ。はい、あ,あ、デジタル化で画面上で押すと解説が読めるとか。 そういう。いや、あの、今時あれだろ、近くに行くと、流れてくるやつだろ。ね、そうなんですか。ああ、かもしれないですね。その作品のデータが、その作品の近くに行くと、受信して。ああ。自動で。あ、うん、今って、そうなんですか。い、もう割とそうだと思うよ。なんつうんですか、それ。指きたっつうんですか。<laughs> ちょっと、<ー>ちょっと古い表現ですが。どこでもいい。 今回のキビズム展はいや、知らない。今回のキビズム展は違うと思うけど、そういう美術館も結構あるよ。スマホアプリでつけるっていうのも。あ、の、それも多いよ。それは多いよね。まあそうなっていくと思うよね。3DS よりスマホの方が、なんていうか一般性高いよね。そうです。QR コードを絵の横に貼ってるっていう。あ、QR コード読めとかね。 まあそういういろんな、まあスマホが多分一番みんな持ってるから便利なんじゃないのかな。うん。うん